デビット・グレゴリー・ハフはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身のプロ野球選手。左投げ、両打。フリーエージェント。NPB での登録名はデーブ・ハフ。2003年に MLB ドラフト31巡目でアナハイム・エンゼルスから指名されたが契約せずにサイプレス大学に進学した。2005年に MLB ドラフト19巡目で フィラデルフィア・フィリーズから指名されたが、契約せずに、カリフォルニア大学アーバイン校に編入した。その後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校に移籍。クリーブランド・インディアンス時代2006年には、MLB ドラフト一巡滅移保で、クリーブランド・インディアンスから指名されると、ようやくプロ入りした。2008年に、AA 級、アクロンエアロズとトリプ AA 級、コロンバス・クリッパーズで、 合計11勝5敗、防御率2.52を記録し、インディアンスの最優秀マイナー投手に選ばれた。2009年5月17日のタンパベーレーズ戦でメジャーデビュー。シーズン終了までに23試合に先発し、11勝をマークしたが、防御率5.62が示すように投球内容は不安定だった。2010年は2勝11敗と大きく負け越し、 後半戦はトリプル A 級コロンバスへ降格を余儀なくされた。2011年もトリプル A 級コロンバスにいる時間が長かったが、後半戦に昇格して10試合に先発した。2012年はジーン・マー・ゴーメスラと先発5番手の座を争う予定だったが、6試合の当番にとどまった。2013年5月24日にディーフとなった。 2013年5月26日にニューヨークヤンキースへ移籍し、同日のレーズ戦に中継ぎとして登板した。5月28日にジョバ・チェンバレンが故障者リストから復帰したため、ディーフとなった。8月15日に再びヤンキースとメジャー契約を結んだ。2014年1月22日に田中正宏の加入に伴い、ディーフとなった。 2014年1月24日にサンフランシスコジャイアンツへトレードされた。開幕ロースター入りし、開幕後は8試合に登板したが、4月22日に左大体4頭筋の故障で15日間の故障者リスト入りとなる。5月12日に復帰した後は8試合に登板したが、計13回で12失点と結果を残せず、6月6日にディーフとなった。 2014年6月11日に金銭トレードでヤンキースに復帰した。ヤンキース席後は30試合の登板で防御率1.85と活躍した。シーズン全体では自己最多となる46試合に登板。先発登板がないのはメジャーデビュー以来初めてだった。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。 2015年1月9日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。4月14日にメジャー契約を結ぶと、6月1日にアクティブ、ロースター入りしたが、6月3日にディーフとなり、6月6日にマイナー契約に切り替えて、トリプル a 級オクラホマ式ドジャースに配属された。6月30日に2015年、パンアメリカン競技大会の 男子野球アメリカが衆国代表に選出されたことが発表され代表入りしている。同大会では決勝のカナダ戦でサヨナラ負けし準優勝で銀メダルを獲得した。2016年1月19日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに参加したがメジャー昇格はならず4月5日にトリプル A 級オマハストームチェイサーズに配属され 5月16日に FA となった。2016年5月18日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結び、トリプル A 級ソルトレークビーズに配属された。6月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月13日に D ーフとなり、16日に40人枠を外れる形でトリプル A 級ソルトレークに配属された。7月13日に FA となった。2016年7月14日に不審により、退団したスコット・コープランドの代役として、久保リーグの LG ツインズと契約した。同年 LG では7勝を記録。2017年は、故障により一軍初登板が5月にずれ込むなど、離脱した期間が長く6勝にとどまった。 LG は2018年の再契約を望み2017年11月30日発表の保留戦士名簿に記載したが契約交渉が決立し大断となった2017年12月21日に東京ヤクルトスワローズと契約したなお登録名はレーブハフとなっている2018年4月4日の広島東洋カープ戦で NPB 初登板発 先発するも、6回に3本塁打を浴びるなど6回途中、5失点。5月15日の巨人戦で、7試合目にして、NPB 初勝利も、ランナーを背負うと通打を浴びる投球を繰り返したり、打線の援護がなく、交番という投球が続き、7月22日の中日戦を最後に先発ローテーションを外れる。8月7日の最小覚悟は、中継ぎとして登板。 2勝7ホールドを挙げてシーズン終盤のブルペンを支えた。中継ぎに回って以降は一定の活躍をしたこともあり12月25日1年契約で残留した。2019年はリリーフで開幕を迎える。シーズン終盤は打ち込まれる試合もあり登録抹消もあったが一時は抑えも務めるなどほぼシーズン通じて一軍で活躍した。最終的に リーグ3位隊の68試合に登板し、27HP3 セーブを挙げた。2020年1月8日にアリゾナダイヤモンドバックスと契約を結んだ。オーバースローから最速96.2マイルパワー、平均91マイルパーワーのフォーシーム、平均83マイルパーワーのチェンジアップを中心に平均89マイルパーワーのカットボール、 平均8 2アワーのスライダー、平均7 8アワーのカーブを持ち玉としている。また、2014年までは、ツーシームを加えた3球種を中心とし、打たせる投球スタイルを重視していたため、MLB 通算脱三進率が5.35と低い。また、MLB 通算ろ、フライ比率は0.65と平均を大きく下回っており、 打たせた打球はフライになることのが圧倒的に多かった。しかし、ツーシームを投げなくなった2015年以降は、ギガバイト、FB が1.00以上を記録しており、ゴロのが多くなっている。2015年からプレイ時にはメガネを着用している。登録上は珍しい左投げ量だだが、ヤクルト加入後は、左投手が相手でも、右打席に立つことは、ほとんどない。 2018年にヤクルト加入後、登板予定の試合が雨で中止になる、試合開始時間が遅れることが度重なり、球団から、レインマン、T シャツが売り出されることになった。投資記録、ありがとうございます。